ラースゲール洞窟の壁画ラースゲールは、ソマリランド市とハルゲーザの近郊のオソン地帯にある洞窟。紀元前5000年頃のものと見られる洞窟壁画がある。2002年に発見された。ラースゲールの洞窟は、加工岩室であり、内部には新石器時代の壁画がある空間が約10ある。この洞窟壁画の保存状態の良さは、アフリカ全体でも、 有数のものであり、輪郭や着色も綺麗に残っている。その絵は洞窟の天井に描かれており、当時の住民が手を伸ばして描いたものと思われる。最も多いのは大きな角を持った牛の絵である。人が着飾られた牛を引いている絵もあり、牛の首には胸当てのようなものがつけられている。牛以外にも飼い犬やキリンを表したと思われる絵もある。 ラースゲールはソマリア語でラクダの水飲み場を意味する。この壁画の存在はソマリ族の間では数世紀前から知られていたが当時その情報が国際社会に伝わることはなかった。洞窟があるのはハルゲーサの郊外で遊牧民の村があるナーサ、ハブロードの丘である。周辺では遊牧民が育てる家畜や野生の霊養が見られる。地元の遊牧民は 雨よけの場所として壁画とは無関係に利用してきた。2002年11月から12月にかけてフランスの研究隊がソマリーランドの考古学的調査を行った。この研究隊はアフリカの角で紀元前5000年期から紀元前2000年期にかけて経済活動が行われていたと考え洞窟を中心に遺跡調査を行った。その結果、 この壁画を発見した。2003年11月にも再調査が行われ、この壁画が戦死時代のものと明らかになった。ハルゲーサ近郊ではラースゲール以外の洞窟壁画も見つかっている。発見の後にこの洞窟を訪れた地元住民や観光客は多く、ソマリーランドの文化観光長官オスマンビレアリも視察に来ている。イギリスの気候作家、 ジャーナリストのサイモン・リーブも BBC のテレビドキュメンタリー番組の撮影のために訪れ、この壁画についてアリ長官と会談している。現在では地元住民とソマリランド観光省の保護を受けており、観光名所の一つとなっている。国宝にして観光の目玉にすることも検討されている。ありがとうございます。